にちは、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は鱗が立体で可愛い鯉のぼりを作ります。鯉のぼりのベースを作ります。飾りたい大きさの鯉のぼりによって、紙のサイズはどんなものでも構いませんが、今回はB4 の色画用紙2枚で作ります。鯉のぼりが泳いでいるような形にしたいので、カーブに切りたいと思います。そのために最初に線を引いておくと後で切りやすくなります。少しカーブをつけながら下も上と同じ形に引いていきます。2枚重ねたまま、今引いたラインに沿って切っていきます。全く同じにならなくても大丈夫です。これをガイドに、2枚切れました。2枚切れたうちの1枚を裏に返し、2枚の端を合わせて、このように長くなるように貼り合わせます。尻尾になる方を尾っぽの形になるように三角に切り落とします。鯉のぼりの形に切れました。鯉のぼりの目を作ります。白い折り紙と色の濃い折り紙、あと使いかけのセロテープでもガムテープでも何でも構いません。これを型にして目を作ります。まず濃い方の色、目の真ん中の玉になる方ですね、をテープの裏内側の丸をガイドにして線を引いて丸く描きました。この白い方は外側の丸に合わせて線を引きます。で、この通りに切っていきます。丸く切れました。目の光を入れたいので、この濃い方の目の玉の方の紙に少しこの三角の切れ込みを入れます。重ねるとこのような形になります。あとは糊で2枚を貼り付けます。これで目ができました。折り紙で鱗を作ります。無地の折り紙と模様のついた折り紙を用意いたします。折り紙を4つ折りにします。紙の端が4枚見えてる方を下にして、ここを丸く切っていきたいと思います。角を丸くするようにこのような形でですね、切って雫型にしていきます。折ったまま丸く切っていきます。下のひらひらした4枚のところは切らずにそのままにしておきます。で、このように切ると
雫型が4枚できます。でこのまま4枚重ねたまま下からまっすぐ切り込みを入れていきます。このあたりまでですね、こんな切り込みを入れます。同じように模様折り紙の方も作っていきます。立体的になるように切り込みを入れたところを重ねて膨らませていきます。この切り込みが入ったところのどちら側でも構わないです。片側に糊を塗っていただいて、裏からこのように少し重ねて裏の白い方が膨らむように、表の色がついた方がへこむように重ねます。こちらの模様折り紙の方も同じように糊を裏から塗りますが、膨らむのは今度は模様がついた方を膨らませたいので、この白い方がへこむように重ねます。模様のついた方から見るとこのように膨らんでいます。この2つを貼り合わせます。無地の折り紙の色のついた方の下のあたりに糊を塗って、上から色がねちょっとちらっと見えるように少し下にずらして重ねて、上に模様折り紙を貼ります。このような形で鱗になります。いろんな模様折り紙でたくさん作りました。たまにはこのように無地同士を重ねたりもしました。このたくさん作った鱗を鯉のぼりのベースに貼っていきます。尻尾の方から貼っていきます。尻尾の見せたいところを少し残して、この上からこのように並べて貼っていきます。いろんな模様が並んでた方がいいですね。このように貼っていこうと思います。このクロスしたところの裏側に糊を塗って、でペタンとこのように貼っていきます。で並べて貼っていきます。上から下まで貼れましたら、この間に鱗が来るようにこのように続けて貼っていきたいなと思います。またさらに間に鱗が来るように貼っていきます。これを繰り返していきます。顔にするところを残すところまで鱗を貼り続けます。一番最後の見えてしまう端っこになる鱗はこの尖ったところを切り落として
貼るときれいに貼れると思います。でその後は先ほど作った目を貼れば完成です。